キアソレント。ソレントは、キアが製造、販売している自動車である。2002年登場。以来、欧米市場における、キアの最良反射種の一つとなっている。エンジンは、直列4気筒2.4リットルガソリンエンジン、V 型6気筒3.5リットルガソリン、シグマエンジン、直列4気筒2.5リットルディーゼルエンジンの3種類。2006年には、フェースリフトが行われ、 ガソリンエンジンも3.5リットルが3.8リットル、ラムダエンジンに置き換えられた。朝鮮日報によってデザインが初代トヨタハリアー、レクサス RX に告示していると指摘されている。ハリアーはモノコックボディであるが、ソレントはヒュンダイテラカン、二代目三菱、パジェロベースの中型 SUV のプラットフォームを用いて開発されたため、ラダーフレームシャシーを採用している。 マレーシアでは、キアの現地パートナーであるな、ザのブランドで製造、販売されており、国産車の認定を受けている。2009年4月ソウルモーターショーで発表後、発売。韓国仕様は社名をソレント・アールとした。先代のボディオンフレーム構造から一転して、乗用車と同じモノコックボディを採用した、クロスーバー SUV となっている。2.7リットル LPG。 162PS、16 2.4リットルガソリン、175PS、2.2リットルディーゼル、200PS の3種のエンジンすべてに6速 AT を搭載するが、この内容度の設定があるのは2.2リットルディーゼルのみである。なお、2.2リットルディーゼルは抵抗会社としての認証を受け、軽油自動車環境改善負担金が5年間免除の対象となっている。 ソウル式順で70万ウォン。装備面では、リアコンビランプへの発光ダイオードの採用、JBL と共同開発したオーディオシステム、スマートエントリープッシュスタートシステムを備えるなど、先台以上の充実度となった。欧州デビューは2009年9月のフランクフルトモーターショーで、北米デビューは2009年12月のロサンゼルスオートショーであった。北米使用には、 直列4気筒2.4リットル、または V 型6気筒3.5リットルエンジンが搭載される。北米向けのソレントは、アメリカ合衆国ジョージア州ウェストポイントに建設された KMMG キアターズマニファクチュアリングジョージアで生産される最初の車種であり、2009年11月16日に生産が開始された。翌2010年1月に、 アメリカ国内で発売が開始されたが、同月の販売台数は7398台で、キアノベストセラーとなった。なお、KMMG では、ソレントに加えて、ヒュンダイサンタフェの生産も移管されることになっている。2012年6月18日、大幅改良を受けた、ソレントの概要が発表される。韓国では7月10日に、ニューソレント R が発売された。 8月16日には、欧州仕様の詳細が発表された。外観や内装、アルミホイールのデザインの変更だけにとどまらず、プラットフォームも完全に刷新されて、DM 型、ヒュンダイサンタフェと共通のものになった。欧州仕様のエンジンのラインナップは、R2.0 リットルディーゼル110キロワット、改良版、R2.2 リットルディーゼル145キロワット、2.4リットル、 グリ1 4 4ットの3つとなる。いずれもトランスミッションは6速 MT が標準となり、オプションで6速 AT が選択できる。2014年8月29日、韓国にて発表。韓国国内仕様の名称はソレント R から他国仕様同様のソレントに戻った。エクステリアは韓国、ドイツ、アメリカの核、デザインスタジオの連携で、形成さ。 2013年のシカゴオートショー並びにソウルモーターショーで披露されたコンセプトカー、クロス GT のデザインエッセンスを各部に反映するとともに近年のキアのデザインアイコンであるタイガーノーズグリルはさらに大型化され存在感を際立たせているボディサイズはさらに拡大され仙台比で全長が 95mm、全幅が 5mm、 ホイールベースが 80mm 延長された。エンジンはサンタフェと同じく2.0リットルと2.2リットルの2種の直噴ディーゼルを用意する。2017年7月には韓国でフェイスリフトを受け、新たに LED ヘッドライト、心臓系の LED リアコンビレンズなどを採用。安全装備も強化されている。キアはマンチェスターユナイテッド FC で活躍する。 僕知性にソ連とを提供したが、AA デイリーエクスプレス誌の報道で、僕がソ連とで練習場へ乗り付けると、ベンツや英国車を運転するチームメートが上場し、練習後にワイパーの損傷やパンクが発見されたと報じられた。同様の事件が再発したため、僕は練習の際にドイツ車を使用するようになったと言った。ソ連とはイタリア共和国カンパニア州ナポリ県にある町の 名前に由来する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。